どうものっちゅん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画はリーグオブヒーローズ菊花賞条件、こちらのですね初日ランキングがやばすぎた件やっていきたいと思います。はい、ということでですね、今回ですね、まずリーグオブヒーローズ1日目、そしてまあ今は2日目が出ているんですけども、こちらですねマジで、やばい長距離の、ランキングが出ております。でまずはですね、初日時点9000ポイントがマックスだった時なんですけども、これマジでやばかったです。ちょっとですねこれ映像で見るとさらにインパクトがあって、映像で見せたかったんですけども、私ちょっと無限育成していて、その11時ところにですね寝落ちしてしまいまして映像撮れなかったんですけども、これ1位から見ていくとずら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 とその欠損なしフルポイントで取っている0ポイント落とし、これがですね並んでいて、まずは96位の時点でもこのね9000というね圧倒的な数字が出ておりました。でこの話なんですけども、さらにですねじゃあ何人いるんだっていうのをその11時ギリギリまで見ていたんですけども、結果的にですね初日の話ですが、欠損なしの9000ポイントがですね148人いました。なんでも148位まで全く欠損してないっていうのが初日状態で、マジでこれやべえなっていう風になっております。であとはですね300位のところとかもこう見ていくとですね、ここでも、10ポイント欠損が300位でですね、その1回その10点だけしか落としてないっていう人でギリギリ300位っていうね感じでした。これがですね初日ランキング開いて、ちょっと時間経ってからね確定してきたやつを開いた人はマジやべえなっていう風に思ったと思います。はい、でこれなんですけども、まあ、以前のね解説動画、まあこのね LOH のね9000っていうのがあるんですけども、まあ、スタミナを舐めていないかっていうところもちょっとね、まあ、関連してきてると思います。で最初の方のマッチングにおいてはですね、そのスタミナ足りてるか次第で決まるっていうところがあってですね、まあ、まあ娘幅広い方がプレイしているので、そういうところで長距離はやっぱり捨て差が出るっていうところがあります。特にスタミナっていうところでここを重点的に解説していったんですけども、まあ結構攻略動画とか見てる人だったらスタミナをまあある程度持っていると思うんで、そういうところでですね差がついているかなと思います。で結果ですねそのスタミナを持っている、まあ、UE 中盤とかね前半とかそういう、まあ、娘がですね、そういうスタミナ足りないのに勝つということで、その圧倒的に負けないっていう風に最初の方ではなっているという感じです。ちなみにこちらの9000の動画ではねこんな感じが言ってたんですけども、スタミナ勝負は簡単に言うとですね、まあ、これ差分を取るっていう感じになるので、例えばまあ心の差がね500ぐらいとかしかないのでですね、あまり気にしなくていいんですけども、もともと足りているかっていうところがね特に大事になっています。なのでまあスタミナ足りていて、あとはですねスキルっていうところでね、やっていけばプラチナ狙えると思うんで、皆さんもやってみてください。こちらは以前の動画なんですけども、まあ、プラチナ4とか狙うにも、そういうスタミナを舐めないということは大事ですよっていうことを言っております。あとはこの動画で言ってるのはこのね調子っていうのがどんどんね、後からアイテムなしの時にも響いてきますので、そういうところでですね、スタミナ舐めないことも重要ということを言っております。で一応ですねそんなに漏れないよっていう方は金塊服で補ってほしいよっていうことを言っていて、まあ、そういうところでですねこの動画で言っていた本番環境はルームマッチと違うよっていうのが初日のランキングからも見られることができました。まあかなりマッチング実際ねやっている方はスタミナ全然ないじゃんとかね、足りてないのかこれってなっちゃうのもあるかもしれないです。なんでスタミナちゃんとしてればまあまあ結構上いけるんじゃないかなということをね言っていてですね、あとは調子で決まるんですけども、もし絶好調だったら1154あればですね、例えば1200以上を目指したい場合でもですねいけますし、不調もケアするならこういうのとかあったりするんですけども、とりあえずは1100とか以上をね狙っていってください。はい、で実際ですね今回今開くとこんな感じになっております。はい、で2日目のランキング出ていてですね、まあ、今少し落ち着いてきたんですけども、30点欠損っていうところがランキングに出てきております。ただこれも最速潜りというかね、その温存せずやっていて30なのでかなり欠損してないかなというふうに言えます。でちょっとここからですね環境の、解説していきたいと思います。で今回のリーグオブヒーローズの環境についてなんですけども、シナリオ切り替わりによって優位中盤の差がほとんどなくなったっていうのがあります。まあ、これどういうことかというと、まあ、例でね見させていただくとですね、この上の方の育成の馬娘ちゃんっていうので UE の中盤作れる人っていうのはですね、結構このねもう捨てがめちゃくちゃ漏れちゃうシナリオなので、
例えばね、1006、1002、1002、1002、1002みたいの、そこら辺で差がつきません。まあこんな感じで、まあそのね、かなり、やり込んでいる方、優位中盤作れる方においてはですね、みんなこういうステータスになってですね、まあスタミナも足りないことはないですし、ステももうね全部がまあ1000人に近くてみたいなね感じになっていくということです。何を言いたいかというとですね、前回のリーグオブヒーローズの短距離の場合はですね、スキルの差とかね、そのゲーム理解度の差っていうのも多かったっていう感じです。これはまあ分かりやすく言うとですね、前回はまあ短距離の場合ですが、盤石の構えとかね、最初の序盤加速で前に行きたいよとかね、あとまあ馬好みとかもありますし、まあそこはねシナリオでもらいたいんですけども、コンセントレーションの有無とかね、あとはですね、さらに差がつくところは海の英知の話とかがあってですね、そこでの差がついていました。他にもいろいろあるんですけども、まあ分かりやすく言うとここら辺の差がついていてですね、まあ両方詰めるっていう馬娘は強かったという感じです。はい、なんですけども、ちょっと思い出してほしいのは、前回はグラマスの環境でした。なのでまあそのね、捨てとかもね差がついていたんですけども、今これ当たり前だと思うかもしれませんが、ラークシナリオになってからですね、マジで差がつかないっていうのがあったりします。ちなみに次ですね、凱旋門賞のね、チャンミではありますが、やった場合もですね、そのステータスの目標っていうところがですね、そのスタミナ型というのがありまして、例えばこれ、まあ、ウマ娘ちゃんは違うのになるんですけども、これちょっと例で表示させていただいてますが、次凱旋門賞でも1006、1002に近く1002、1002、1002みたいな、そういうステータスになります。それがさっき言っていたね、このね、スタミナ勝負の話っていうのがあって、この動画で言ってるんですが、このシステムは中距離にもあります。マイル短距離じゃないんですけど、中距離はこれがあるのでですね、結局はですね、この長距離のステータスと変わらなくなるみたいなところがあってですね、まあ一応凱旋門賞でめちゃくちゃ強いマムスメちゃんのステータス面っていうとですね、普通にスタミナ1200を狙っていくみたいな感じになったりします。まあ、もちろんね、ちゃんみなので、そうしなくてもね、加速スキルで頑張るっていう手もあるんですけども、まあそういう感じになっていくのでですね、今のこのランクシナリオの話をするとマジで差が、ね、出ないなっていうところではあります。そうするとですね、後半の方になっていって、どんどん強い人たちがですね、その厳選されていってマッチングするとですね、ほぼ差がないのでいつでも欠損できるなっていうところで、まあ結構そのね、当たるか当たらないかっていうところが大きいです。まあ、特にね、ローレルに当たった場合っていうのはもう本当にやべえやべえの引いたってなったりするしますし、北さん来てもあれですしね、で全てで、ね、そこら辺でなかなか大変になります。で、逃げが2位出してる人においては、そのね、北さんに当たっても、ウンスに当たってもマイナス数字に当たっても、他の逃げだとしてもですね、その逃げで3番手にされてしまうっていうね、リスクがつきまといますので、まあ、後半の方はね、さっき言ったその急戦点とか無欠損っていうからところからはどんどんね、まあ、かけてくるとは思います。ちなみにですが、普通にローレルじゃないとしても、ダイヤちゃんとか誰でもいいですけど、サシとかね、そういう後ろ客室に当たってもですね、ちょっと怖いなっていうところではあったりします。はい、そんな感じでですね、いかがでしょうか。まあ一応こういう風にちょっとね、2日目になってくると少し落ち着いてきたんですが、あとは言いたいところは、温存勢がめちゃくちゃいます。これね、今はこんな感じになっていますが、それでもね、いつもより欠損が少ないなってなっているのが、まずシナリオがラークになったからだよっていうことを言いたかったんですけども、さらに温存勢が前回前々回よりもっと増えてます。まあそろそろ結構ね、そのね、気づいたみたいな感じでですね、いや前回は温存すればよかったなって言ってもですね、やっぱり情報をですね、その取り入れるっていうところでですね、やっていくかっていうところがあってですね、温存勢めっちゃいると思うんで、今無欠損もめちゃくちゃいると思います。そんな感じでですね、ラークシナリオのリーグオブヒーローズすごいことになっているなという感じなんですけども、まあ結構そのね、本当にまあ96決を目指すんだったら、めちゃくちゃ、ポイント欠損が少なくしないとダメだなっていうのが大変ではあるなというふうに思います。まあ、もちろんですね、チケットの使い方、プラチナ目指すのであれば全然ね、早くやっても大丈夫ではあると思いますし、あとはですね、まあプラチナ目指すとかプラチナ4目指すとかであればですね、大丈夫ではあると思うんですけども、96決とかいう話をすると本当に欠損が許されない戦いになっているなということでございます。ちなみにですね、私も今無限に育成しております。完全適正のローレルとか、まあ一応見せつつ、適正ポイントもね、なんか700とかね、そういう感じでですね、700円
集まったりします、クラシックに。そんな感じでですね、上振れた時のこれはスクショですけども、これクラシックの終わりにですね、まあ全部でそのここを3にしたいっていうのがあるんですけども、3にしつつも全部克服みたいな、これめっちゃ上振れたなってなったりするんですけども、めっちゃやってるんですけども完成しませんはい、これはですね、12秋にこんなの来たらめっちゃいいよねっていう上振れシーンとかね、まあ、またねちょっと解説さらに細かい詳しいところ やりたいとは思ってるんですけども、こういうところがですね、まあ、このシナリオ大事、あとお疲れ様言ってくれっていうね、お疲れ様言わねえとマジで何も頼むっていう風にねやっております。まあ、あとは深いところで言うと切れ物厳選っていうのがあってですね、そのセーブンスカイとかブルボンとか切れ物になる前提みたいなところがあったりしてですね、やっております。ちなみにですが、これですね、切れ物でさらに超 S 芝 S もついたんですけども、金スキルが一個も完走しませんでした。これ切れ物だったからさ、そのシニアのギリギリまでさ、早くイベント来てくれ頼むっつってやったらさ、単純に捨てだけいいじゃんってなって、捨てと適正いいじゃんってなって、金スキルゼロめちゃくちゃ厳しいどうなってるということでですね、サポーカーイベントも完走しやすくしてほしいです。サイゲームさんよろしくお願いしますということで、今回ランキングの紹介動画でした。まあリーグオブヒーローズね、また私も更新して明日の朝走ります。よろしくお願いいたします。いやでも更新間に合わねえかもしんねえ、やばすぎるめちゃくちゃ無限にやってんですけど、まあ娘はい、ということでですね、いろんな動画上げております。まあ気が向いたらチェックしてみてください。特にリーグボヒーローズね、今からちょっと更新してみるとかでもですね、これを見るとね、少し役立つかもしれませんので、チェックしてみてください。ということで、のっちTVでした。最後までありがとうございました。リーグオブヒーローズ乗り切ってですね、またですね、凱旋門賞もありますし、そこら辺も解説していきますので、気が向いたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後まで。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな。バイバイ。